あのね、お兄ちゃん。なんだ、妹よ。私、あの子に嫉妬してるの。あの子って、日頭イサナのことか。私は結局最後まで名字で呼んでたのに、あの子はなんですぐに水戸って。そう思ったらなんか釈然としなくて。でも兄弟だから